早くも4日目ですか。未だに木のツルハシが手に入らないのはちょっとやばいなこりゃ。とにかく駐車場よね、それの位置が確認できないと何とも言えない。そうだな。刑務所内を探索する手段があればいいんだが。あの巨大水路から地上に出る場所とかあるんじゃない？あの水路をもうちょっと探索してみたいよな。食堂の時間がもっとあればな。体力測定だ。体力測定。そうだ。今日は体力測定だ。あの屋内運動場でやるって言ってたやつですか？その通りだ。今日は自由時間ではなく体力測定を行う。こんなゲリラ的にやるんですね。自由時間の振り替えはないんですか？ない。今日は体力測定、食事、刑務作業の順に行いたいと思う。私たちの少ない自由を奪うんですか？あ、屋内運動場ってここでしたっけ？この建物の3階にあるぞ。もう4日も経つと刑務所内の施設も忘れかけているぜ。体力測定といってもどういうことをやるんですか？今回は羊毛運びというものをやってもらう。羊毛運び？どういうのですか？まあ見ればわかる。中に2人とも入るんだ。赤と黄色の羊毛がありますね。霊夢は赤色、マリサは黄色の羊毛を運んでもらう。向こうの白い枠の中に全ての羊毛を運ぶまでどれくらいかかるのかを確かめる。なんか、体力測定っていう割には競争みたいな雰囲気がめちゃくちゃ出てますけど。競争ではない、それぞれのスピードを確かめるために行うだけだからな。なるほど。それでは2人とも準備はいいか？もういつでも行けます。大丈夫です。それでは、はじめ。うおおお、マリサには負けねえ。競争じゃないとはいえ、私もお前には負けたくないぜ。ちなみにこの体力測定の結果に応じて適切な自由広場や刑務作業が決まる。何？それは頑張らなければ。なおさら頑張らないといけない気がしてきたぜ。よし、すべて回収したぜ。あとは設置するだけだ。やばい、少し遅れをとっている。もうちょっとゆっくり来てくれていいんだぜ。真剣勝負にそういうのないから。はい、終わりました艦士長。おお、なかなかに早いなお前。ブロックを気にするという痛恨のミス。これはきつい。少し遅れて霊夢も終わったか。まあ私の方が作業効率が良かったってことが証明されましたね。くそ、もう一回だもう一回。いや、二度目とかないからなこれ。これで、私たちはどうなるんですかね。お前らの結果を上に報告して結果に応じて刑務作業などを変える場合がある。なるほど、今日の刑務作業もですか。いや、反映されるとしたら明日からだ。おお、これは楽しみですね。それでは二人とも運動場から出るんだ。この後はもう飯の時間ですか？そうだな、このまま食事の時間とする。体力測定だったからか、今日はちょっと早い気がしますね。そうだな、ちょっと早かったから今日は食事の時間を多めに取りたいと思う。え、いいんですか？やったー、金久保さん神ですわ。体力測定ってどれくらいの頻度で行うんですか？そこに関しては言うことができない。あ、そうなんですか。監視庁にも事情がありますからね。まあ言わなくても許しますよ。なんでお前はそんな上からなんだ。上司勝手並みに偉そうだったぞ。それでは食事の時間だ。おい霊夢、何をやっているんだ。早く入れ。あ、すいません。先ほども言った通り、今日の食事の時間は通常より長く取りたいと思う。ありがとうございます。それでは刑務作業まで待機だ。おい、食事の時間増えるってよ。それ、地下水路ゆっくり探索できるのでは。このチャンスを生かして何か掴みたいな。水路から地上に上がれる場所を見つけたいよね。正面の水流は風呂と繋がっているということは確認できたんだよな。その他の部分がどうなっているか。ってことだよね。さて、この前霊夢が言った方向を確認してみようかな。あ、ぜひマリサにも見てもらいたいですね。奥もいろんなところに繋がっていそうだったので。なるほどな。これは一言で言うならやばい。語彙力も失うくらい広いんですよ。確かにいろんな方向から水流が流れてきている。でも私たちのいる陸から水流は流れていないから降りたいけど降りれないんですよね。なるほどな。一方通行になってしまうのか。うん、なんだこのへこみ。エメラルドブロック、なんでこんなところにあるんだ。え、何かあった？ここの天井にへこみがあってそこにエメラルドブロックが埋め込まれている。何か意味があるのかな？一マスのへこみだからな。何かやりたくてもできないと思うが。行けそうな場所はあるけど戻ってこれないというもどかしさ。反対側も同じように一方通行だからな。
ここに鉄格子があるのが厄介。それがなければ反対側を伝っていけるんだけどね。なるほどな。とりあえずこんなもんか。そろそろ戻ります。そうだな。食事の時間が伸びたとえ、もともとの時間が短いから、そろそろ戻った方がいいかもしれないな。了解。ふぅ、戻ってこれた。この辺のチェストも見たけど何も入ってなかったよな。調理場自体は本くらいしか手がかりはなさそうだね。終了だぞ。了解です。あれ、監視長どこですか？うん、ドアが開いていないな。どこに行っている？逆だぞお前ら。あ、そっちだったんですね。なんでこっちだったんですか？うん、もともと刑務作業はこっち方向だったから東側ので入り口の方が都合がいいと思ってな。あ、そんな単純な理由なんですね。あれ、今日の刑務作業は何をやるんですか？今日もいつもと同じで食肉の加工だったりをやってもらう刑務作業だ。おなじみの刑務作業ですね。もう3度目だからやり方はわかるよな。大丈夫です。加工した肉は冷凍庫に入れますか？入れてくれると助かる。あと燃料もしっかり十分量補充しているからかまどをフルに活用してくれ。了解です。さて、安定のこの刑務作業か。どうする？また探索行くなら刑務作業進めておくよ。今回も任せていいか？了解。前回は、この建物の部屋は大体網羅したんだよな。ってなると、行ってないところを確認するって意味で今日は逆側に行ってみるか。確か、一番上に反対側に渡れる橋があったよな。今日は、タラがありますね。加工するのは肉だけじゃないんだね。いつもよりたくさんある。これかまど使っても終わらないのでは。うおお、ここ渡るのめっちゃ目立つな。大丈夫だよな、監視長見てたりしないよな。うん、あそこに何かあるぞ。あ、ここも屋内運動場ので入り口か。3階は屋内運動場しかなさそうだな。釣り。ここは刑務作業でやったりするのか。そしてこっちにも部屋があるな。資料室 B、 何か手がかりがありそうだぞ。石炭とリンゴが入っていた。一応もらっておくか。そして肝心の本はどこにあるんだ。これだな。見てみるか。自由広場の噴水について。自由広場 B の噴水の老朽化の対策工事は完了した。本工事は丸石による補強である。問題がなければ、自由広場 A も同じ補強で行う予定である。丸石の手がかりっぽいのがあったな。木材も手に入れていないのに丸石かよって感じはするけど。一応頭には入れておこう。どうしようかな、逆側は。ここも刑務作業をやる場所っぽいな。あとは一回をチラッと見て終わりにしようかな。結局これは焚き火もフル活用しないと終わらなそうだね。かまど4つじゃ全然足りません。金久保監視長。職員用更衣室へ。最後にここを確認して今日は終わりにするか。更衣室ってことはまた何か防具あるんじゃないか。やっぱり、金久保監視長に似た防具さんを手に入れたぜ。これで二つ目か。あとはヘルメットとブーツさえあればなりきれるな。その他のチェストには何も入ってなさそうだな。そして本がある。これだけチェックしておこう。刑務作業に使うワズだった鉄をなくしてしまった。まずい。このままでは金久保さんに怒られる。なくしたのは一昨日だったよな。その日は職員用食堂で昼飯を食べたから。今度は鉄のありかか。これも木のつるはしはおろか、石のつるはしが必要だからな。さて、そろそろ時間もやばそうだから急いで戻るか。今日は結構長く探索している感じなのかな。そろそろ刑務作業終わりそうだけどな。ガチ急ぎで期間中。手がかりはたくさん手に入ったが、思ったより夢中で探しすぎたからな。監視とかとすれ違わないといいけどな。なんとか間に合った。あ、マリサ戻ってきた。戻ってきたぜ。監視はまだ来てないよな。
まだ来てないね。大丈夫だと思うよ。よかったぜ。探索した結果は房内待機の時にまた話すな。オーケー。終了だぞ。あ、お疲れ様です、監視長。どうだ、作業は終わったか。それが、かまどが足りなくて終わらなかったですよ。そうなのか。はい。思ったより加工するものが多かったんで。確かに今日は多かった印象はあるな。まあでもある程度は加工してくれたから今回はこれで許してやろう。ありがとうございます。それで二人とも棒に帰るぞ。了解です。はい。あ、体力測定の結果、お前らの担当監視が明日から変わることになった。え、そうなんですか。金久保監視長、短い間ですがありがとうございました。うん、ここでお別れじゃないぞ。またいずれ私が担当監視になる時もあるからな。でもしばらく会えないんで。ありがとうございました。私からもお礼を。ありがとうございました。なんだお前ら、懲罰棒に入れるぞ。お礼を言っただけなのに。それでは二人とも棒に入るんだ。了解です。わかりました。二人とも入ったな。明日の自由時間まで棒で待機だ。金久保監視長、お元気で。お、いきなり監視長チェンジか。どんな監視長が来るんでしょ。あ、ゲーム作業の時の探索だったが、金久保監視長に似た防具をもう一つ手に入ったぜ。お、これで防具はあと二つかな。そしていくつか本も発見して、丸石が自由広場の噴水、鉄が職員養殖堂にあるっぽいことも突き止めた。丸石と鉄のありかか。まだ木のツルハシさえ手に入ってないからな。ちょっとこれはまた考えなければな。じゃあ今日は寝るとしますか。そうだな。明日違う監視長も来るって話だからな。了解、じゃあおやすみなさい。おやすみだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。